はいはい、皆さんどうも、ごきげんようパクです。ここは神奈川県松田町、小田急小田原線の新松田駅に来ています。で、これから新宿の方面に向かうんですけれど、一番先の発車は3番線から急行相模大野行き。相模大野で江ノ島線からの快速急行新宿行きにお乗り換えできますということで、高速の快速急行とは9分差なので、おそらく相模大野まで先着するはずです。今回はこれに乗っていきたいと思います。ホーム上の時刻表で今回乗る急行相模大野行きをチェックしましょう。この黒丸がついているのは当駅始発であるという印、また O というのは相模大野行きであることを示しています。こうやって見てみると、他にもだいたいこの20分とか19分とか、まあだいたい同じぐらいの時間帯に毎時1本急行が運転されていますが、だいたいどれも新宿行きなんですよね。停車駅のご案内ということで、この急行相模大野駅の停車駅を見ていきましょう。新松田がここです。小田原の割とすぐ近くのところにあります。小田原からは各駅停車で6駅、渋沢、花の東海大学前、鶴巻温泉、伊勢原、愛好石田、本厚木と本厚木まで各駅に停まります。その後、厚木を通過して海老名、その後また3駅飛ばして、次が終点の相模大野です。こんなに駅があっといて、で、それでもって通過するのは、厚木、座間、総武台前、小田急相模原。たったこの4駅だけ、これ急行と呼んでいかがなものかって感じですけどね、どっちかっていうと区間急行の方がふさわしいような気もします。もともとこの新松田には特急ロマンスカーの停車も一部あったんですが、現在では新松田には特急は止まりません。隣接する JR 御殿場線の松田には1日に3往復特急富士山号が停車します。向こうに小田急の3000型が止まっているのが分かりますが、あれがこの後回送列車としてこの新松田駅のホームに据え付けられます。さあやってきました。あちらが今回乗車する急行の相模大野行き。小田急電鉄3000型10両編成で運転されています。新宿からずっと急行新松田駅として運転され、そして新松田駅の小田原寄りにある引上線に入って進行方向を転換し、そしてまたこちら側の上り本線のホームに入ってきました。で、なんでこの急行列車が新宿行きではなく相模大野行きで運転されているのかについてですが、これはいろいろな説があるんですけれど、一つには運用上の都合、それからもう一つにはこの急行相模大野行きが途中駅で拾ってきたお客さんをすべて江ノ島線からやってきた快速急行の新宿行きに流すため、おそらくはそのためにこの急行列車は新宿行きではなく相模大野止まりとして運転されているのではないかなと思います。非常にゆっくり入ってきましたね。おっそ、人よりも低速で入ってきましたけど、この新松田では停車する時間はわずかです。もう本当にね、1分ぐらいですぐ出発しちゃうんですよね。本日も小田急をご利用くださいましてありがとうございます。なんかね、LCD が見るからに小田原からやってきたような見た目してるんですけど、実際はこの列車は相模大野始発です。16時21分、定刻で列車は新松田を出発。この先、本厚木まで各駅に停まり、本厚木を出ますと、海老名、終点、相模大野の順に停まります。この新松田と本厚木の区間っていうのは日中基本的に各駅停車の運行がなくて、そのため快速急行も急行もこの新松田とそれから本厚木の間では各駅に停まります。上の方から単線の線路が降りてきましたが、これは JR 東海御殿場線とそれからこの小田急小田原線を連絡する松田段落線で、新車の搬入とかそれから特急富士山号なんかはあの線路を使っています。さあ、この区間新松田と次の停車駅は渋沢なんですが、この区間は小田急で一番駅間距離が長く、だいたい10キロぐらいあるんですよ。かなり長くなっておりまして、またこのようなカーブも連続しております。この急行相模大野行きは10両編成で運転されているので、一番後ろの1号車がこのように見えるんですよね。小田急沿線は結構建物が多いので、後ろの号車まで見渡すということがカーブのところであっても難しいんですが、この辺りは非常に建物が少なく見晴らしがいいので、このようなこともできております。まだお客さんは全然乗っておりませんが、この先渋沢、秦野、東海大学前と進むにつれてどんどんお客さんが増えてきます。新松田から渋沢まではかなり時間がかかりまして、もう忘れた頃に最初の停車駅渋沢がやってきました。この渋沢から結構なお客さんが乗ってきまして、新松田ではガラガラだった車内も少しだけ賑やかになりました。部活帰りの高校生とか、それからここは丹沢山地への登山口が近いので、その山から降りてきたハイカーの人たちなどの乗車も結構ありました。一方それでも車内はこんな感じで比較的ガラガラ、快速急行であればここまでのガラガラ度合いではありません。次は東海大学前ですが、やっと最初の通過駅厚木が現れました。この辺りはかなり開けていまして、さっきの渋沢とかあの辺は割と山がちなところを走っていたんですが、ここから先はしばらく町田の辺までずっとこんな平坦なところを走っていきます。
横浜に代表されるように神奈川県は都会であると考えられる方が一定数いらっしゃると思いますが、実はそうでもなくて、この辺り秦野市とか伊勢原市、それから平塚市、この辺りは田んぼに畑に割とのどかな風景が広がります。さあ、そして列車は今度伊勢原に到着。伊勢原は数年前からロマンスカーの停車駅に加わりました。丹沢大山への登山口がある駅、江戸時代から信仰を集めていた大山阿夫利神社とか、それから豆腐で有名な大山街道とか、そういった観光地へのアクセスの駅でもあります。朝晩には特急ロマンスカーの停車もあります。日中は特にありません。さあ、いよいよ列車は本厚木までやってきました。小田急の中でもかなり重要な駅、小田原線系統の各駅停車は基本的にこの本厚木と新宿の間でピストン運行されています。またここまでずっとこの急行相模大野駅は各駅に止まってきたんですが、ここから先隣に各駅停車が止まってますけどね、各駅停車が運行を始めますので、ここから先はいよいよ通過運転が始まります。あとここから結構またお客さんが乗ってきまして、車内の乗車率はだいたい5割ほどになりましたかね。まあ、立ち客は出ませんでしたが、それでも結構な混雑です。海老名の次は終点相模大野です。お前本当にやる気あんのかって感じですけどね。相模大野止まりの急行って結構朝とかは運転があるんですが、ただ日中の相模大野止まりの急行っていうのはほとんど運転がありません。さあ、列車は今度海老名にやってきました。この動画が投稿されているのは4月の終わりか5月の頭かそれぐらいでしょうから、もうすでにオープンしていますけれども、奥にグレーの建物がありますが、これがこの次の日翌日4月19日に開館予定であったロマンスカーミュージアムです。皆さんもロマンスカーの開館速報の映像をうちのチャンネルでご覧になってるんじゃないかなと思います。さあ、次が終点の相模大野です。ここから先相模大野までザマ総武台前小田急相模原と、テスト前日まで全然勉強してないから一夜漬けで何とかしようとする高校生のごとく3駅連続で通過していきます。さあ、速度計を見ますと100のところでぴったり止まってるんですよね。この小田急のロマンスカー以下快速急行とか急行の最高時速は100キロになっているんですが、普通に100キロでこのようにぶっ飛ばしていきます。現在通過しているこちらの駅はザマです。ザマ市の中心駅ですが、ただしそんなに利用は多くないんでしょうかね。多分海老名とか相模大野とかそっちの方の利用が多いんでしょう。てなわけでザマはあっけなく通過。そして今度通過するこの駅は総武台前です。総武台前は2面4線の割と大きな駅になっていて、駅の隣にこのように簡単な引き上げ線、留置線のようなものが置かれています。電車は今は全部いないみたいですけどね。さあ、今度こちらの駅は小田急相模原です。小田急相模原はあの有名な高校野球で有名な東海大相模高校の最寄り駅で、僕の友達でもね、その東海大相模高校の出身の人っていうのがいるんですけど、小田急相模原を使って通学していると聞いています。さあ、次は終点の相模大野です。本厚木からようやく重い腰を上げて高速通過運転をし始めたのに、もうすぐに終点です。相模大野にはこのように大野工場といって小田急で一番大きい車両工場が併設されています。 X 線が止まっています。向こうはなんか銀一色の三線型が止まってますけど、あれは検査なのかな。大野工場には昔使われていた小田急ロマンスカーの1万型ハイ SE とか2万型 RSE とかそういったものが生体保存されていたんですが、今回開業したあのロマンスカーミュージアム、海老名にあるやつね、海老名のロマンスカーミュージアムに移設されました。ちなみに今かなりノロノロ運転になってしまっていますが、これは先に停車しているこの相模大野駅に停車中の前を走る各駅停車がまだ相模大野駅に止まっているからで、そのためこの列車はその各駅停車にぶつからないようにかなりノロノロ運転を強いられています。この相模大野とか町田とかその周辺では結構よくあることでして、他に団子運転で有名なところでは京急とそれから京王がありますが、この小田急でも特にこの相模大野とそれから上り戸の周辺ではノロノロ団子運転というのをよくやっています。さあ、そして終点の相模大野に到着。この列車はこのままおそらく成城学園前のところにある車庫に引き上げるのか、それとも新宿まで改装されるのか分かりませんが、すべてのお客さんをここで降ろし、そして新宿方面に向かうお客さんについては快速急行の新宿行きにバトンタッチをします。こんな感じで対面乗り換えのダイヤになってますんでね、非常に乗り換えの利便も良くなっています。結構小田急ではこういう乗り換えの利便がとてもよく図られた、利用者にとっては非常に使いやすいダイヤになっています。さて、相模大野で全員お客さんを降ろしたこの車両は一旦ドアを閉めて回送列車として快速急行の前に相模大野を出発します。この先鶴川で後からやってくる今止まっている快速急行に追い抜かれて、その先鶴川から先どこに行くのか分かりませんが、また新宿まで回送されて、まあ、快速急行か急行かなんかとして走るのか、それかおそらくは成城学園前のところに北見検車区というのがありますんで、そこに入庫するか、まあ、そのどっちかだと思われます。
一方、あの回送列車を先行させた快速急行もすぐに後を追ってドアを閉めて出発。この先、町田の先の鶴川で、あの回送列車を追い抜きます。というわけで今回は、急行と名乗っておきながら実際には4駅しか通過しない新松田発相模大野行きの佐木急行に乗ってきました。この運用は結構鉄道マニアの中でも有名な列車で、特に小田急マニアの中でこの列車を知らない者はいないというぐらいに有名な列車なんじゃないでしょうか。皆さんもぜひあのヤフー路線で調べればね、これ以外にも小田急の佐木列車っていうのはたくさん走っておりますので、ぜひそういった列車、この小田急のフリーパス今回僕は使ってたんですけど、そういう一日乗車券というのが2000円で売ってますんで、それ使ってぜひこういった佐木列車も皆さん乗ってみるといいんじゃないかなと思います。それでは今回はこの辺で失礼いたします。今回は佐木急行のご紹介でした。ありがとうございました。